ビクター・モーチルスキー・ビクトル・イバノビッチ・モチュルスキーとは、甲虫類を主に研究していた、ロシアの昆虫学者である。ビクトル・フォン・モチュルスキーと呼ばれることもある。ロシア帝国陸軍の大佐だった。シベリア、アラスカ、アメリカ、ヨーロッパ、およびアジアからの多くの新しい甲虫類を研究し、未だ有効な多くの新属新種を記載した。発表のほとんどはカブトムシメだったが、 林締め及び半締めのものもあった。彼以前の研究を無視する傾向があり、また分類に対して疎かった一方で、探索困難な地形の未探索の地域を探索し、昆虫学に大いに貢献した。モチュルスキーの膨大な収集物は、モスクワ大学、サンクトペテルブルク動物学博物館、フンボルト博物館、ドイツ昆虫学研究所で保管されている。 1810年にサンクトペテルブルクに生まれる。1836年にはフランス、スイス、アルプス、北、イタリア、オーストリアを訪れ、1839年から1840年にかけてコーカサス、アストラハン、カザフスタンとシベリアを訪れる。1847年にはキルギス、1850年から1951年にはドイツ、 オーストリア、エジプト、インド、フランス、イギリス、ベルギー、ダルマチア、1853年には、アメリカ、パナマを訪れ、ハンブルク、キール、コペンハーゲンを経由して、サンクトペテルブルクに戻った。その後、同年ドイツ、スイス、オーストリアを訪れ、1871年、シンフェロポリで亡くなった。ありがとうございます。